6号艇前田清文選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今節手にしたのは注目モーターの1つ19号機ですが、ここまでの仕上がりはいかがでしょもうめちゃくちゃいいです。う？特にどこがいいですか？ちょっと伸び寄りなんですけど、もう全部かなりいいと思います。そうなんですね。乗り心地に関してはいかがでしょう乗か？り心地もいいです。もう満足のいく仕上がもうりになって完ます璧でか？す。なるほど。さあ、優勝戦当日ですが、もう微調整くらいですかそうね。ですね。また気温に合わせて、もうベラで微調整っていうところですかね。はい、わかりました。さあ、優勝戦6号艇でのレースになります。コースを含めレースイメージはいかがですか？ちょっと広いんで、まあ、離れもないですし、あんまり、ちょっと伸びつけていきたいとは思うんですけど、まあ、いろいろ時間あるんで考えながら、いろいろ調整したいと思います。わかりました。じゃ、今節スタートの見え方、関東の比較はいかがでしょうか？勘通りぐらいにはいけてるんですけど、まあ、そもそもちょっとやっぱりだいぶ抑えちゃってるんで、なかなか攻めたスタートはいけないんで、まあ明日もしっかりちゃんと見える範囲ではしっかり踏み込んでいきたいとは思います。わかりました。さあ、ここ大村は2連続輸出となりました。最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。明日も天気がちょっと怪しいんですけど、濡れたりしないように気をつけて最後まで楽しんでいってください。